タゲリは、チドリもクチドリかタゲリ族に分類される鳥類の一種。タゲリ族の模式種。タゲリの分布域繁殖地周年生息地、越冬地下期に、ユーラシア大陸の中緯度の広範囲の地域で繁殖し、冬季は、アフリカ大陸北部やユーラシア大陸南部等で越冬する。2011年3月27日に、 モンゴル国から飛来したカラーフラッグの足輪が取り付けられた個体が日本の石川県加賀市の芝山方で確認された。日本には冬季に越冬のため本州に飛来し中部地方や関東地方北部で繁殖した記録もある。北海道と東北地方北部では旅鳥、全長が 32cm、翼海長が約 72cm、同族の蹴りよりも一回り小さい。 背面は光沢のある暗緑色。覆面は白い羽毛で覆われる。足は赤黒い。頭部には黒い寒羽が発達する。頸部には黒い首輪状の斑紋が入る。死ゆほぼ同色。メスは頭部と胸部の黒い部分に褐色を帯びて、オスは夏はの喉部が黒い。河川、湿地、干潟、水田等に生息する。陶器は小規模な群れを形成し生活する。 見通しの、良い、開けた場所におり、警戒心が強い。食生は、動物食で、昆虫類、節足動物、ミミズ等を食べる。足で地面を叩いたり揺するようにして、ミミズなどを地表におびき出して捕食することがある。繁殖形態は卵生。繁殖期にはペアごとに縄張りを形成するが、緩く集団へ移することもある。地面にくぼみを掘り枯れ草を敷いた巣に、 三から七月に一回に四個の卵を産む。主にメスが放卵し、放卵期間は25から34日。ヒナは生後29から42日ほどで飛翔できるようになり独立する。ミュウミュウと猫のような声で鳴く。この鳴き声から英語でピーウィーという別名がある。飛び立つ時に鳴くことが多い。ふわふわとした飛び方をする。卵も含めて食用とされる。 ベルギーやオランダでは古くから本種の卵を食用としていたが近年種の保護のため採取が禁止された個体数は減少傾向にあり国際自然保護連合により2004年からレッドリストの経度懸念の指定を受けている日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている神奈川県茅ヶ崎市西久保では タゲリの越冬地である田んぼの環境を保全するために、湘南タゲリベイというブランドで米を販売している。タゲリ族は、千鳥も口鳥科の一族、以下の24種に分類されている。日本にはタゲリとケリの2種が分布する。タゲリに形態が似た種は、南米タゲリである。国際自然保護連合により、多くの種が、軽度懸念の指定を受けている。ありがとうございます。